あの日、2011年7月7日。オペレーション、アークライト。は？オカリンおじさんが、シュタインズゲートを目指すのを諦めたあの日に戻って、もう一度目指すように説得する。マユ姉さんがそうしたいって。マユリが？うん。だから行かせて。マユシーもラボメンなんだよ。落ち込んでいる彦星さんを思いっきり引っ叩いてきてあげるから。オカリン。わかった。オカリン頼んだぞ。ラボメンナンバー002、椎名真由里、オペレーションアークライトを遂行しろ。急げ。神様の声が聞こえる。川がある。Hurry up. やめろ。Fire. やめろ。本当にまた飛ぶの？ああ、決めたんだ。何十、何百失敗しようと、必ず全員救ってみせるって。岡部さん、こっち準備はできた？お、こちらも OK よ。頼む。飛べよ、飛べよ。けれど、結局あの時、タイムリープマシンは起動せず、世界はタイムマシン理論をめぐる騒乱の時代に突入した。こんなところに？ああ、ここから地下へ降りていくんだ。行こう。暗いから気をつけて。ここは旧万世橋駅。こんなところがあったなんて。2011年7月、ラジカン屋上のタイムマシンの破壊が引き金となって始まった争いは、瞬く間に世界中に広がった。今でも第三次世界大戦がどうして始まったのか理解できている人間は世界でもわずかだろう。だが、そんな理由によって始まった世界大戦により、世界のありとあらゆるものが破壊された。中でも全ての始まりの地であった秋葉原は特に被害が大きかった。やがて世界は当初の戦いの理由さえも忘れ、ただただこの世の覇権を争うだけの戦いに没頭した。そうした中で、タイムマシン理論に最も近いとされた岡部凛太郎をはじめとする未来ガジェット研究所の人たちの存在も忘れ去られていった。そして6年の歳月が経った今、争いの火はようやく落ち着きを見せつつあった。でも、それも表面上のこと。終戦に向けて樹立された新しい政府は混沌の収束を第一に掲げた。彼らにとっては新たな政府による支配が最も重要であり、それからはみ出す者は危険分子と判断され、その理念に反対する者を次々と粛清し始めたのだ。そんな中、世界は再び思い出した。新しく生まれつつある支配構造を覆してしまうほどの危険な理論。争いの引き金となったタイムマシン理論と、そしてその理論に最も近い人々を、岡部凛太郎とその仲間たちは再び世界から目をつけられる存在となりつつあった。そして私は。足元暗いから気をつけてくれ。それにしても、まさかこんなすぐ近くにこんなものを作っていたなんて。古くからあったものに手を加えたんだ。これからのことを考えれば、今使っているベースじゃ手狭だからな。もっとも、それができたのも
フェイリスの力があってこそなが。すごいわね、彼女。若い頃から地元の名士として秋葉原の商工会を取り仕切っていただけのことはある。ただものじゃないとは思っていたけど。彼女には人を魅了する力があるからな。こっちだ。え、こっちの大きな道じゃないの？あれはダミーだ。万が一発見された時のためにこの地下道は複雑に作られている。だから順路はしっかり頭に入れておいてくれ。岡部さん、言っておくけど私は。そうか、見るだけという約束だったな。すまない、俺たちが巻き込んでしまったせいで。別にあなたたちだけのせいじゃないわ。いや、元はといえば俺がこの世界を選択したせいだ。後悔してるの？あなたも。岡部さん、ここだ。君に萌え萌え。バッキュンキュン。入れ。さあ。ここが。いらっしゃい。ご無沙汰だにゃ、マホにゃ。フェイリスさん、それに橋田さん、あなたずいぶん痩せたわね。まあ、いろいろあったからね。フェイリスさんは変わらないわ。それはお互い様にゃ。ところで、さっきのは何？さっきのって？君に萌え萌えとか。合言葉だよ、念のためにね。だからってあんなバカバカしい言葉にしなくても、もっとふさわしいのがあるでしょう。普通はそう思うにゃ。だからあえてそうしたにゃ。それにせめて合言葉くらいバカバカしくしなきゃやってらんないだろう、こんなクソったれな世の中。橋田さん。おっと、僕としたことがおにゃの子の前で失礼。いえ、あなたたちも経験してきたのよね。目を背けたくても背けられない、たくさんの出来事を。それはマホタンも一緒だろ。だから君は。ヒヤジョーさん、こっちへ。何？見せたいものがある。あ、これもしかして。そうだ。やっぱり作り始めるつもりなのね、あれを。ああ、過去へと戻るための未来ガジェット、タイムマシンだ。本気なのね。ああ。あなたたちはその行為が何を意味するのか分かっているの？もちろん覚悟の上だ。その上でもう一度君に頼みたい。俺たちに力を貸してほしい。僕からもお願いする。やっぱり僕一人の力じゃ限界がある。君の力が必要だ。頼む。橋田さん、ごめんなさい。悪いけどやっぱり無理。私はあなたたちには協力はできない。マホニャ、さっきも言ったでしょ、タイムマシンの開発に着手することは世界から狙われることを意味するの。全世界を敵に回すことになるのよ。新しい政府はこれから生きている全ての人間の思想と行動を把握するために番号をあてがって監視体制を強化しようとしているわ。そんな中じゃ自らの存在を消してでもしまわない限り体制を脅かすような活動を行えるわけがない。はっきり言って無謀だわ。いえ、不可能と言ってもいい。マホタン、橋田さん、あなたも人がいいのも大概にしなさい。こんなことに付き合っていたら命がいくつあっても足りないわよ。それにあなた、奥さんがいるんでしょ？奥さんまで巻き込んでしまうことになるのよ。それでもいいの？あなたはいいとしても奥さんはどうなの？この計画に協力するということは今後外でまともな生活ができなくなるということよ。妻にはこの活動には関わらせず、表の暮らしをさせるつもりだ。だったらなおさらやめるべきよ。あの戦争の最中、結婚式だって挙げられてないと聞いたわ。その上、下手をすればこれまで通り一緒に暮らせなくなるかもしれない。かわいそうだとは思わないの？彼女は理解してくれているよ。
そんなのきっと本心じゃない。それでも僕はやるよ。少しでも世界を変える可能性があるのなら。可能性なんてない。どうしてそんなことが言える？やってみなければわからないはずだ。わかるわ。私たちに与えられたチャンスはたった一度だけだったのよ。あの日、あの瞬間、たった一度きり。だけど、あの時の私たちは、私は、そのチャンスを生かすことはできなかった。この手につかむことができなかったの。そうやって君は、これまでずっと、自分を責め続けてきたんだな。あの日から。でもそろそろ、その呪縛から解き放たれてもいいんじゃないのか。あなたになら分かるはずよ。あの時私がタイムリープマシーンを動かせてさえいれば、こんな世の中にはならなかった。私にクリスより、いえ、せめてクリスと同じくらいの才能があればこんな世の中には。みんな喧嘩はやめようよ。みんな仲良くだよ。で、マユシーがここにいたらきっとそう言ったはずにゃ。シーノさん、まったく、せっかく久しぶりに会ったっていうのに、なんでこんな空気になるにゃ。仕方がないわ。今はそういう時代よ。あの頃みたいにただ気楽に笑ってなんていられない時代なの。確かに絶望の世界かもしれない。だからって心の中まで絶望したら負けにゃ。フェイリスの言う通りだな。もしもこの時代にマユリがいたら、それでもきっとあいつは笑顔でこう言っただろうな。ねえ、パーティーをしようと。パーティー？ねえ、マユシーはパーティーをしたいと思うのです。パーティーですか？こんな時にパーティーなんて、そんな言葉自体聞いたのも久しぶりだっていうのに。こんな時だからじゃないですか？え？こんな時だからこそ、せめて表面上だけでも明るく振る舞いたい、そう思っているのでは？非論理的だわ。そうですね。でもあえて非論理的な行動をとる、それこそが人間なのではないでしょうか。アマデウスのあなたに言われるようじゃ、私もおしまいね。それで先輩はどうするんですか？お誘いを受けているんでしょ？答えられないようですね。では質問を変えましょう。岡部さんたちは今どうしてるんですか？彼らならパーティーのメンバーを集めるって古い知人たちに当たっているみたいよ。なるほど。パーティーは賑やかな方がいいということですか？つくづくわからないわよね。オカリンさん、よかった。ご無事で何よりです。君たちもな。ユキさんや橋田さんたちは？なんとか元気でやってる。二人は今一緒に生活してるのか？あの戦争で私は母を、ふぶきちゃんはお父さんを、それで家族同士協力し合おうって。すまない。いえ、こちらこそごめんなさい。それでお話というのは？これを読んでくれ。これは招待状だ。ダルとユキさんの結婚式の。戦争の間やってやれなかったからな。結婚式？こんな状況でですか？こんな状況だからこそだよ。え、待って、これって。しっ、どこで聞かれているかわからない。こんなことできるんですか？やるつもりだ。だから君たちにも出席してほしい。これがどういう意味かは分かるはずだ。
分なさい。これお返しします。私たちには無理です。中瀬さんも。すみません。そうか、わかった。残念だが無理強いするわけにはいかない。今日は会えてよかった。二人とも元気で。あ、そういえば中瀬さんは以前脳炎にかかっていたんだったな。あれ以来検査を受けたり呼び出されたりは。え、あ、いえ、あれからは特に。そうか、ならいいんだが、もしまたあの件を理由に呼び出しを受けることがあっても応じない方がいい。あ、はい。それじゃ俺はこれで。また。あの、オカリさんはこの後どうするんですか？ルカ子の行方を探そうと思う。柳林神社も戦争で破壊されて、あいつが今どこにいるのか。ルカ君の居場所なら私わかります。本当か？はい、確か千葉のお寺に。来島さんが言っていたのは確かにこの寺だが。はい、どうぞ。暑いですから気をつけてくださいね。あれは。お腹すいたでしょ？どうぞしっかり食べてください。ルカ子か。え、久しぶりだな。まさかここにいたとは。岡部さん、まだ夢でも見てるみたいです。まさか岡部さんに会えるなんて。俺も驚いた。ここは確か。はい、以前かがりさんがお世話になっていたお寺です。といっても新政府の発令で宗教施設としての活動は禁止されて、今は家をなくした人たちのための避難所になっていますが。その家族は？あ、父も母も姉も一緒にここを手伝ってます。なんなら呼んで。あ、いや、無事ならいいんだ。それよりも話を。あの、ルカ子、お前この手。豆だらけじゃないか。どうしたんだ？もしも、もしもあの時僕にもっと力があったら、頼られるだけの、守れるだけの力があったら、そうしたらまゆりちゃんや鈴葉さんを守れたかもしれないのにって。岡部さんには先盛りって言われてたのに、僕は何もできなくて無力で、そのことがずっと悔しくて情けなくて。まさかお前。素振り、今では1000回以上はできるようになったんです。だから今なら前よりもずっと役に立てます。岡部さんの、みんなの役に立てますから。だから。待ってくれルカ子、今日はパーティーの招待に来たんだ。パーティー？家角広く、家の名高く、いよよ立ち栄えしめたまえと、かしこみかしこみ申す。なんじら二人は健やかなる時もやめる時も命ある限り愛し合うことを誓いますか？はい、誓います。誓います。それでは改めてここで二人を夫婦と認め、結婚パーティーの始まりにゃー。おめでとう。乾杯。おめでたい。本当だね。思ったよ。柱さんもおめでとう。あ、二人とも来てくれてありがとう。この先お手伝いすることはできないけど、せめてお祝いくらいはってね。うん、できるならこれから先ユキさんのことを気にかけてくれると助かる。そんなの当たり前です。だって友達だもん。そうか。ルカニャン、外の様子はどうだったニャ？思った通り監視されてるみたいです。
ふみゅ、だとしたら好都合にゅですね。それにしてもよくこんなこと思いつくわよね。最後だからな。どうせなら派手にやってやろうと思って。きっとそれをあいつも望んでる。それでは神父さんはお色直しで一度退場します。橋田さん。うん、そのゆきたん、イタルさん、いろいろごめんな、こんな時にさ。うんうん、いいの。あなたには大切な使命があるって分かってますから。でも私なら大丈夫。楓ちゃんや吹雪ちゃんがこの先私たちと一緒にどうかって言ってくれてるし、それにお腹にいる鈴葉も一緒だから。鈴葉？はい、この名前でいいんですよね。ゆきたん、やっぱり僕は君に一生萌え萌えキュンだよ。イタルさん、私もです。それでは皆さん、いつかまた主人をよろしくお願いします。オカリン、いいのか。うん、わかった。こちら岡部。ああ、こっちは随分前から用意はできてる。あとはそっちの会津町だ。たく、岡部の野郎、面倒なこと頼みやがって。いつもそう言ってる。あ、びっくりした。お前いたのかよ。いるならいるって言ってくれよ、たく。いや、俺だってな、こんな世の中望んでるわけじゃねえ。ナヤのためにもな。それに、この状況じゃラウンダーもクソもねえ。ロシアと手を組み上がったストラトフォーの連中に、一泡吹かせてやりてえのもあるしよ。なんだよ、何がおかしい。別に。それよりかがり、おめえはいいのか。本当なら、向こう側に生きてんだろ。私には、その資格はないから。資格ね。それに私感謝してるんです。6年前のあの時。ファイア、やめろ、やめろ。やはり事象の収束は回避できなかったか。そんな、ママ。やむを得ない。作戦をネクストフェーズに移行する。ギャガリー。ママ、どこへ行ったの。ママ、ギャガリー。嫌だよ、ママ、ママ。 Fucking bastard, listen this again. させない。 You キナさん、死なかない。待て、キャリー。来なさい。あなたは言ってはいけない。大切なママのためにも。ママの。キャリー。ねえ、どうしてあの時私を助けてくれたの。一緒だったから。え、私と一緒だったから。萌香さん、おかげで俺にはでかい娘が二人も増えちまったかな。ありがとうございます、店長さん。え、いや、あ、ほら、そろそろ追っ始めるみてえだ。行くぞ。はい。全員いるな。はい。ユキさんたちは別の建物に避難済みだ。よし。本当にやるのね。ああ、こちら岡部、準備完了しました。やってください。了解した。行くぜ。10秒前。9 8 7 6 5 4 3 2 1。
ゼロ。どうやら爆発も収まったみたいね。ああ。ああ、またパーティー最後までできなかったね。ごめんな。ん？今日も？あ、いや。さてと、これで政府は僕たちがあの爆発に巻き込まれ命を落としたと思ってくれるはず。ああ。あとの工作は天のおじさんたちがやってくれる。俺たちの身代わりも用意してくれた。ご時世とはいえ気持ちのいい話じゃないわね。これからの活動のためだと言っても、どうせストラト4をはじめとする組織の連中にはいずれ悟られるだろうがな。それでも新しい政府に全て管理されて身動きが取れなくなるよりはいいですよね。そういうことだ。だが今ならまだ戻ることはできる。あとは君がどうするかだ、ヒア嬢さん。あなたたちは本当にいいの？何もかも捨ててしまって、失敗することが分かりきっているこんな作戦に身を委ねていいの？失敗はしないにゃ。はい、僕たちは信じてますから。私はやっぱり信じることはできない。無理なのよ。私にはもう一度失敗してしまったパーティーはやり直すことはできない。世界を構築するのは数式、会が導けない道理はない。人が意志を持ち、知恵を使い、選択し、行動する。目的と結果を丹念に調べれば、そこに必ず会はある。それは世界は無限の可能性に満ちている。何回も何千回も何万回も挑戦すれば、そこに解は見つかるはず。あの時全てから目をそらし諦めていた俺に君が言った言葉だ。そして今の君はあの頃の俺と同じだ。でもだからこそ言う、もう一度俺たちに協力してくれ。君ならやれるはずだ。あの時見出せなかった解を求めることが。あの時は何も分かっていなかっただけよ。あなたがどれほど苦悩したのか。でも今なら理解できるわ。私は失敗したの。その失敗は二度と取り戻すことはできない。今更どう努力したところで、挑戦したところで、何もかも無駄、無意味なのよ。いや、あの頃分かっていなかったのは俺だ。先に待つ未来がどれだけ悲惨な状況なのか。でもな、今は思うんだ。無意味なことなんて何もないんじゃないかって。たくさんの失敗した時間、取り戻せない過去、その全てが必要で、その先にこそシュタインズゲートへの道があるんじゃないかって。岡部さん、やりましょうよ先輩。クリス、お久しぶりね。岡部凛太郎さん。アマデウス、そうか、ヒア嬢さんの元に。本当はいつかこの日が来るのを待ってたんですよね。そのために6年もの間一人、何度も何度もタイムリープマシンを作り直してきたんでしょ。ヒア嬢さん、先輩ならできます。必ず。私にも作れなかったより高度なタイムリープマシンと、そしてタイムマシンを完成させることが。クリス、ねえ岡部さん、一つだけ聞かせて。シュタインズゲートはある？見つけるさ、必ず。君たちの力があれば。君たち？ああ、ヒア嬢さんと君だ、クリス。あ、失敗してしまったパーティーはまたやり直せばいい。何度でも
な。人は何度も失敗を繰り返す。それでも決して挑むのをやめることはできない。その中で少しずつ、ほんの少しずつ解へ向かうことができる。それもまた人間。そして私は、私からお願いするわ。あなたたちの仲間に入れて。ヒヨジョウさん。そう、私はやはり人間なのだ。ダル、ウー、フェイリス、ハリニャン、ルカ、はい、ヒヤジョウさん、ええ、クリス、オッケー。それだけじゃない。ユキさんに、クルシマさん、中瀬さん、天王寺さん、モエカ、マユリとスズハ、みんなのおかげで俺たちは再びスタートラインに立つことができた。みんな聞いてくれ。俺、岡部凛太郎はこれよりオペレーションナグルファルを発動する。目的はタイムマシンの完成、そしてそのための組織ワルキューレの結成をここに宣言する。さあ、世界を相手にした新たなパーティーの始まりだ。これでいいんだよな、マユリ。